プルリス FA はマレーシアのプルリス州サッカー協会に所属するサッカークラブ。本拠地はプルリス州の州都であるカンガーで同じ北部のチームであるケダ FA とライバル関係にある。両者の試合はノーザンダービーと呼ばれている。ユニフォームは黄色と青色が基調となっており、これは州の色を示している。1963年に設立された。 1989年にマレーシアリーグ2部を制覇した。2004年と2006年にマレーシアカップを制してタイトルを獲得。2005年にマレーシアスーパーリーグを制覇。2007年、2008年にスルタンファジアフメドシャーカップを制覇するなど、2000年代半ばは快進撃を続けたものの、その後マレーシアプレミアリーグ、マレーシアファムリーグへと降格した。しかし、 ファムリーグに降格した2015年はグループ A 主位となり昇格を決めたもののグループ B 主位のマラッカユナイテッド FC に敗北しファムリーグ2位という結果となった。また AFC カップには2006年に出場経験がある。選手及びコーチに対する給料未払いが解決できなかったことから FIFA はプルリス FA に対して2019年から2年間の 活動停止処分を下した。なお、処分の対象は、中サッカー協会全体ではなく、サッカークラブのみとなる。1995年以降中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。